5月26日の星座別運勢ランキング第1位獅子座。輝ける自己表現。周囲を魅了する自信あふれる獅子座の輝きは、周囲を魅了すること間違いなし、自己表現の才能が開花し大成功を収める日。ラッキーアイテム、ゴールドのアクセサリー。獅子座の輝きをさらに引き立てて運気を高める。第2位サソリ座。進化する人間関係。心の絆を深める。サソリ座の人間関係はますます進化する予感。心の絆を深める出来事があり、幸せな時間を過ごす。ラッキーアイテム、紫色のアイテム。紫色のエネルギーがサソリ座の魅力を引き出す。第3位天秤座。バランスの取れた人生。調和を保つ。天秤座のバランス感覚は絶好調。人生のあらゆる側面で調和を保ち幸せな時間を過ごす。ラッキーアイテム、バラの花束。美しさと優雅さが天秤座の運気を高める。第4位牡牛座。安定と豊かさ。成功への道を歩む。牡牛座の安定感が成功への道を切り開く。豊かさを手に入れ幸せな未来を築く予感。ラッキーアイテム、金銭管理のノート。牡牛座の計画性をサポートし豊かさをもたらす。第5位ヤギ座。目標達成の兆し。夢を叶えるチャンス到来。ヤギ座の努力が実を結び目標達成への兆しが、夢を叶えるチャンスが舞い降り幸運な一日を過ごす。ラッキーアイテム、目標リスト。ヤギ座の夢を具体化し運命を引き寄せる。第6位双子座。コミュニケーション力の向上。新たなつながり。双子座のコミュニケーション力が飛躍的に向上。新たなつながりが生まれ幸せな関係を築く。ラッキーアイテム、スマートフォン。双子座のコミュニケーションをサポートし運気を高める。第7位乙女座。ささやかな気配り。周囲からの指示を受ける。乙女座のささやかな気配りが周囲から評価される。指示を受け幸せな時を過ごす予感が。ラッキーアイテム、ノートとペン。乙女座の整理整頓力を高め運気をアップさせる。第8位カニ座。家族の絆を深める。安心感と幸福感。カニ座の家族との絆がさらに深まり幸福感が満ちる。安心感に包まれ幸せな時間を過ごす予感。ラッキーアイテム、フォトフレーム。カニ座の大切な家族の写真を飾り幸せを引き寄せる。第9位お羊座。新たなスタート。成功への第一歩。お羊座の新たなスタートが切られ、成功への第一歩が自分自身を信じ未来への道を進む。ラッキーアイテム、赤いリボン。お羊座の情熱を象徴し運気を高める。第10位水瓶座。個性が光る。新たな才能の開花。水瓶座の個性が光り新たな才能が開花する。自分らしさを大切にし周囲を驚かせる。ラッキーアイテム、特別な本。水瓶座の知識を広げ運気を高める。第11位手座。幸運の風。微笑む運命。幸運の風が舞い微笑む運命の奏でる曲。全ての出会いが意義を持ち新たな自分に出会う時。ラッキーアイテム、天然石のブレスレット。光を放つ石が運気の波動を高める。第12位蟹座。感受性が高まり自己成長への一歩。蟹座の感受性が高まり自己成長への一歩を踏み出す。内なる声に従い幸せな未来へと進む。ラッキーアイテム、月のストーン。蟹座の感受性を高め運気を引き寄せる。